私が式の部次長に任命されてから半年が過ぎた。最初は年配者の方や、地道に地位を上げてきた他の武士に嫌味を言われる日々が続いていた。私は心に傷を負いながらもなんとか元帥様と姉上の期待に応えようと努力していた。だけど、当時信頼できる仲間がいなかった私は限界を迎えていたのかもしれない。おい、釜娘がいるぞ。その呼び方はやめておけ、あれでも元帥様の義理の妹なんだぞ。まったくいいご身分だ、元帥様に気に入られただけで武士長などと。確かにな、地道に実績を積み重ねてきた我らの努力が馬鹿らしく感じる。あの、もう今日の業務は結構です。ご苦労であった。ふん、生意気な。やっぱり向いてないよ、姉上。実力だけじゃ誰もついてこない。なんでだろう、平民の時よりはるかに苦しい。生活はすごく豊かになった。毎日当たり前のようにご飯が出てくる。それだけじゃない、雨風気にすることなく寝ることもできるようになった。だけど、昔より、今がずっと辛いよ。ダメだ、なんとか、耐えないと。私は嫌なことがあったら近くの川に行って、誰にも見られないように泣いてた。姉上や元帥様を心配させるのが嫌だったのと。何より、期待されている以上、弱い自分を他の人に見せるわけにはいかなかった。ダメだなぁ、私。ここ最近ずっとこうやってばかり。でもどうしたらいいか。今日の仕事も終わったし、少しここで休んでから帰ろう。この時の私は年にして14歳、人生の中で一番辛い時期だったって今でも思う。でも、これがきっかけで、私にとある力が宿ったの。あの、元帥様。どうした、ミオ姫。ここ最近、弥生に元気がなさそうなのですが。我も気づいておる。ここ最近ずっと他の武士より遅れて帰ってくるのだ。最初は一人隠れて狩猟を行っていると考えていたが、どうも様子がおかしいのだ。おそらくですが、泣いているんだと思います。泣いている、なぜ？私、何度か弥生が泣いているところを見たことがあるのです。その時は決まって、私に心配をかけまいと、隠れて泣いているのです。そうか、何か、武士の間であったのだろうか。馴染めていないんだと思います。最初から武士長として現れ、まだ14の子の下につくのが許せない人が多いのだと思います。そうか、我は無謀だったのか。いえ、ですが弥生も元帥様の期待にお応えできるように頑張ってるのも事実です。そうか、この状況は我の責任だ。我が武士たちに申してこよう。文句ある者は武士の地位を下ろさせよう。待ってください。そんなことをすれば、多くの武士から反感を買ってしまいます。ミオ姫、我はな、弥生を本当の家族だと思うておるのだ。だからこそ、家族が苦しんでおるなら、我にできることでどうにかしたいのだ。元帥様。弥生は我の無謀な期待を応えようと身も心も削りながら耐えている。ならば我も弥生に責務を与えた以上、その責任を取らねばならぬ。ありがとうございます、元帥様。無力な私が憎い。私も弥生のために何かできれば。目覚めよ。ん、誰かそばにいるのかな。いつも我のところに来て、泣き崩れておる子娘よ。このまま寝続けると本当に生命が危うくなるぞ。それはダメだ、ちゃんと起きて帰らないと。それであなたは誰？我は天狗、水、冬、部を司る、陽の国の神だ。陽の国、ここは日本ですよ。なぜ陽の国の神が日本に？我は二代目なのだ、父上は今も陽の国で祀られている。つまり、追い出されたってこと。誰もとの子と同じにするな。あはは、面白い神様だね。面白い、我だか。うん、だってあなたと話しても全然怖くない、むしろ安心する。そうか、気分だな、我もお主に興味があったのだ。そうなの、でもそうだよね、そうでないと、わざわざ話をかけてこないよね。うむ、お主はもしかすると。何？いや、失敬、それよりもお目覚めよ。また会える。そうだな、我も今は自由に、そなたについていこう、そして終身時我とまたここで。わかった、ありがとう、玄武様。ああ、達者でな。あれ、寝てたんだ。さっきの夢、結構現実味があったな。さあ、行くぞ、小娘。いやあ、夢じゃない？お主、さっきまでの会話、もう忘れたのか？いえ、ですがまさか。安心せい、この姿はお主以外誰も言えん。いえ、そこは全く気にしてません。というかまだそこまで頭が回っていません。
では早速、お主の住処に帰るとしよう。ついてくるんだ。仕方ない、それじゃあ帰ろうか。そういえば、うちご飯ないからね。私は神を何だと思っておるのだ。どこに行ってたの？心配したのよ、弥生。すいません姉上、少々川沿いで休憩していたらそのまま寝てしまいました。ほう、思った以上に立派な建物ではないか。そう、無事なら良かったです。ですが何かあったらすぐに私に相談しなさい。はい、わかりました。お主、親族には敬意を払うのだな。我も一応神なのだがまだ一度も敬意を見たことないぞ。すいません、ちょっと静かにしてもらえませんか、気が散るので。やはり敬意がない。では、失礼します、姉上。そういえば何だったのかしら、あの弥生の上に浮いていた石は。何かご用でしょうか、元帥様。今は二人だ、元帥でよい。元帥、何かあったのか。最近、弥生の様子はどうだ。あの、小娘か、さあな、うまくやってるのではないか。そうか、お前までその発言をするとはな。なんだと。今武士全員に聞いて回っているのだ、今の弥生について。それで聞いていけば、面白い結果が出てきた。面白い結果。決まって二通りの答えが来るのだ。弥生様は恨まれている、と、うまくやっている。弥生様は恨まれている、と答えた者は弥生を心配していた。だがな、うまくやっている、と答えた者は決まって、我と目を合わせず、そして弥生に対して興味を示さないのだ。ほう、つまりどういうことだ。お前が知っている情報を全部話せ。知らないわけがない。我は聞いた、弥生に対する嫌がらせは朝の集会では恒例になりつつあるらしいではないか。お前がそばにいながらなぜこの状況になっている。元武士長のお前がいれば問題ないはずだ。元帥、何を甘いことを。そのようなことを乗り越えられないようではどの道をさの器ではない。我も知っているさ、だがそれは弥生姫本人がどうにかせねばならんのだ。そこの調和をお前に任せたはずだ。なぜ半年経った今でもそれが乱れているのだ。弥生姫がおさの器ではなかっただけの話。そうか、わかった。これは我の責任だ。お前が弥生を守れないなら、我が弥生を守ろう。なんだと。選べ、弥生に今後も従うか、四季家の元を離れるか、この場で切腹するか。正気か、元帥。それか、我自らの手でこの世を去るか。名刀、四季巡り。家宝の太刀を出すほど、本気ということか。ならば我も己の命を守るため、抗おう。そうか、残念だ。お前がなぜそこまであの娘にこだわるかは知らんが、今のお前は正気ではない。家族だからだ。我は昔から両親の愛情を受けることなく育った。それはお前も知っておるだろ。ああ、そうだな。そんな我が、生涯を誓った嫁をもらった、ミオ姫は本当に美しい。それと同じ口で誓ったのだ。我は家族を愛し、絶対に不幸にさせはしない。だから弥生姫を引き手に入れたのか。ああ、だが弥生姫を苦しめる者がいるならば、我自ら罰せなければならん。それが我の男道だ、しげぞう。そうか、お前の心情は理解した。だが、納得はできぬ。四季家に誓いを立てた武士たちの意志をないがしろにしたお前を許すわけにはいかん。ここで我が切り捨てて我が四季の頂点に立つ。さらばだ、友よ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。